ゆるキャン3期の先行第1話第2話のライブビューイングを予約したので、その前にちょっとゆるキャンについて語っておこうかなと思います。まず最初に言っとくと、俺はゆるキャン3期には成功してほしいと思います。まあ腐ってもなんとかキララアニメ持ち直してほしいなって気持ちもあるけど、むしろあのゆるキャンがやばかったらもう後に残るのは、まあ、実質アニプレの子になったボザロだから割と後がないんだよね。うん、まあなんだかんだ俺8ビットっていう会社はすごく良い会社だと思ってるから、まあシンデュアリティ君はちょっと作が怪しいところもあるけど、まあそれも含めた上でまあ頑張ってると言えるし、8ビットを信じるか、あるいはもう日常系をヨースターに引き渡すか、どちらかしかないと思います。まあヨースターの日常系好きだけどね俺。逆にゆるキャンっていうアニメに対して求めるものは何かというと、立山明幸さんの牧歌的な劇伴。一応 BGM に関しては1期2期映画と、まあ、3期で同じ人使いますって言われてるし、次がまあ浅香さんの主題歌だね。うん、ただオープニングである必要ってあんまりなくて、まあ別にエンディングでもまあなんか良いもの見たって思えるから、多分エンディングでもいいから浅香さんの曲で締めてくれると、まあゆるキャンしてるんじゃないかなと思う。あとはなでしこが飯食ってなんか楽しそうにしてて、まありんちゃんがバイクかっ飛ばしてソロキャンやるけど、まあそれはそれとしてなでしことつるんでて、まあ人間関係広がってって楽しいっていう、まあそういうなでりんの尊さみたいなもの書かれてたらそれでいいかなと思う。あとはちゃんとキャンプしてる感あればいいかな。まあキャラデザに関しても、まあ、キララアニメに関して言えば、ちゃんと原作者とアニメ制作側でちゃんと連携取れてる作品が長生きして、まあそれこそボザロとか、まあゴチウサとかは原作サイドとアニメサイドで仲良いし、まあゆるキャンに関して言えば、アフロ先生がもう中で、もう連載してる時になんか作画とか変わっちゃった人だから、その辺でまあキャラデザ一新っていうのはむしろアフロさんファーストなんだよ。うん。まあ、その辺本当に難しい題材になっちゃったんだけど、まあそこで原作者スレイヤーにならなかったのは、まあむしろ褒める部分だと思う。あとはそうね、うん。これははっきり言っておきたいけど、2010年代前半と違って、今の時代だと、湯水のように案件受けてくれるわけじゃなくて、なんかね、仕事受けてくれるだけで貴重なんだよ、うん。まあ欲も悪くも雑にテレビ局の枠埋めに使うやつが、なろうかラブコメがまあ終了になったってのもあるんだけど、今の時代、ロボットアニメにも言えるんだけど、わざわざ作ってくれるということそのものが、まあ貴重なんだよね。うん。だからロボットアニメと日常系って個人的に今近い状況だと思ってて、もう最盛期のように、まあ、これ作っとけば安牌っていうのがなくなっちゃって、まあ、その辺の枠はもうナローに奪われちゃったから、だから、作ってくれるだけありがたいのよ。俺はま、シンデュアリティを8ビット君が作ってくれて、本当にありがたいと思ってるし、まあ、あれロボットアニメなんだけど、まあ、これやってたら、ま、ナイツマニキに繋がるかもしんないってのもあるし、だから、俺の本音を語ると、ゆるキャン3期がよっぽどひどいアニメにならなかったら、8ビットに感謝しなきゃダメだと思う。当たり前のように作ってくれるわけじゃないんだよ。俺はもう、ゆるキャン3期を引き取ってくれた8ビットにすごく今の時点で感謝してるし、まあ、この感謝が無駄にならないまま7月まで、まあ、ちゃんと完遂して、ちゃんとゆるキャン、まあ、なでしことりんと仲間たちの、まあ、キャンプ生活が続いていくことを本当に祈ってます。本当、アニメ制作会社に対して感謝するって本当に大事だから、そこをなんか、分かった風なして叩いてったらずっと押しつぶせるわけよ。うん。なので本当にちゃんと感謝の気持ち大事にしておきたいなと思います。うん、というのがまあゆるキャン3期見に行く前の話ですね。まあ花森ゆみりさんと遠山直もがなでりんやってくれてんなら別にいいんじゃないかなと思いますよ。まあそんな感じのゆるキャンの話でした。マジでゆるキャン3期こけたらボザロしか後なくなるから、いやボザロはボザロでいいと思うんだけど、本当にみんなゆるキャンを応援していきましょう。以上です。